触れるもの求めることに
で。いや、来ましたよ、エヴァンゲリオンですよね。これは確かに皆さん知ってますし、なんでしょう、女性のボーカルですけど、男性もみんなで声合わせて歌えるんで。そうですね、なんかちょっとハードル高いような気もしますけど、なんか歌唱力必要な感じ、最初とかね、ありますけど、でもなんかみんなでそれこそ歌えば怖くないし、あのカラオケの総合ランキング上位入ってる。入ってる、ね、難しい曲ですけど、負けちゃダメだってやつですよ、さあ、この曲に関しては今週のハピプロトップ10音楽コメンテーターイントロマエストロ藤田太郎さんの解説です。はい、残酷な天使のテーゼは1995年に放送されたアニメ新世紀エヴァンゲリオンのオープニングテーマに起用された曲。主人公の自意識や人間関係と世界の命運という両極端なスケールの話が連動するストーリーが話題を呼び、社会現象となったアニメのオープニングを飾ったこの曲は、あえて哲学的な難しい言葉を使い、アニメの世界観を演奏した歌詞に独特の心地よいリズム感と息継ぎをするところが少ないメロディーがハマり、カラオケで歌いたい人が続出しました。左方向です。ジョイサウンドが集計した平成で歌われたカラオケランキングで1位を記録し、国民的カラオケヒットソングとして今もその人気は衰えていません。残酷な天使のテーゼのランキングは少し難易度の高い曲で、歌い切ったら充実感を表現したとか、その気持ちをみんなで共有したい、まさにカラオケの中で大合唱したくなるという結果だと思います。したっていうので結構ファンの間では話題になっておりました、はい、第7位は高橋涼子さん、残酷な天使のテーゼでした。続いて第6位、来ました。こちらも久しぶりに会う40代の同級生のおじさん連中を学生時代に戻ってあの時の気分にさせてくれる曲、カラオケの最後に歌いますと、ホットケイさんもリクエスト、 EXILE でチューチュートレイン。